こんにちは、柴田です。今日は Zoom MS50G で布袋寅泰さんのサーカスのイントロを音作りしたいと思います。まあ、布袋さんの代表曲の一つですね。これはね、ギターが2本重なってるので、もう雰囲気を寄せていくっていう風な感じでご理解いただけたらなと思います。とりあえず挑戦するということで、ギターはですね、今回こちらピックアップはリアでいきます。では音鳴らしていきます。アンプはマイクロキューブ、設定はこんな感じです。フレーズはご存知の、というような感じですね。まずはイメージだけで組んでみたので、中身を見ていきたいと思います。ピッチシフトで、ブースターで、アコースティックシミュレーター、ベンドコーラス、ホールリバーブという感じで、まあ、このベンドはね、トレモロだったりとかビブラートだったりとかを若干、揺れる系をかけたいなっていうところですね。まあ、この5つでどうにかなるんじゃないかなという感じがします。まあ、肝になるのはこの辺ですよね。これがアコースティック感が出るんですけれども、このですね、コードの時はすごく出るんですけど、単音あんまりね、このアコギ感が出ないんですよ。このコード鳴らしてるほど出ないので、足りないなっていう感じなんですよね。まあ、とりあえずこれね、必須、全然これだけじゃね雰囲気出ないですけど、まあこれはね、押したままにしておこうかなと。あとブースターね、これはね結構前に出るんで、これは置いときたいとこですよね。で、実はね、あれギター2本重なってるんですよね。なので、そのイメージ、アコースティックというか、まあ上の音を重ねるには、ここまでね出ちゃうとちょっとわざとらしいんですよ。なのでボリュームを下げましょうかね。オクターブ上で鳴ってるなぐらいの、こんくらいはあってもいいのかな。まあもうちょい抑えてもいいような気もしますけど、トーンを下げてみますか。あ、ボリュームが、ちょっとボリュームが一気になくなってますね、このレベルで。ボリュームなくなるのはちょっとダメだな。まあ雰囲気はね結構出てきてますよね。なんだろ、これを下げるかな。これですね、ここが。いい感じじゃないですかね。これがあるのとないのとで。コンプもちょっと欲しい感じがしてきますけど、リバーブはね、
ホールじゃなくてもいいなっていう感じですね。ちょっと違うのに。おお、まあまあまあ、これぐらいわざとらしくでもいいと思いますよ。ディレイだからね。あ、でもいいんじゃないかな。ちょっとわざとらしいですけど、うんうんうん、おおお、うん、もう結構ねこの辺で、うん、これぐらいで雰囲気は出るんじゃないですかね。いいと思います。あとはね、これね、これが多分現状だと行き過ぎてるんですよね。なんでデプスをね、結構来るねこれね。結構きますね。なので効き目をちょっと下げようかな。あ、でもこれぐらいだったらもうちょっとデプスが、うんうんうん、悪くないかな。バイパスにしてみますか。ね、これと比べたら、うん、もうちょいブーストさせるのか、ちょっと物足りないんだよな。これかな。単音だとね、なかなかやっぱニュアンスが、あ、うん、トップ、うん、まあなんかこんな感じかな。全然悪くないなっていう感じですね。これをもうちょっと上げてもいいかなって今思いました。どうかな。という感じでいかがでしょうか。おさらいしていきます。ピッチシフトオクターブで乗せておくと、でブースターですね、これいじってないですね。ゲイン80でアコースティックで少しトップを上げた感じですね。でベンドコーラス、まあこれはトレモロとかでもいいかなとも思います。
で、スプリングですね。リバーブ。こんな感じになっております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。